金城霊沢は、石川県金沢市にある泉である。県六園随心坂付近の金沢神社のそばにあり、金沢の地名の由来とされる。金城霊、沢石川県の地図を、表示金城霊、沢日本の地図を、表示天井の竜の絵古くは、金洗いの沢と呼ばれていたとされるが、金沢神社伝来の胸札では、完成6年には、金城霊沢と記されている。 文政2年に、加賀藩12代藩主、前田成長が、剣道園の東南端の泉の周囲に丸い石の井戸堂を作り、河原屋根の包業作りの大屋を作って、現在の形となった。井戸堂は、内径が153センチメートル、深さ180センチメートル、敷石は、戸室石で、加賀藩で、特別のところに使われたという市販模様になっている。 天井には竜の絵が描かれている。かつては、かの単優の作品があったと伝えられるが、痛みが激しかったため、昭和初期に、旧山中町出身の画家、広田桃かが書き直したものとなっている。欄間の変額は、市川米安の書で、彫ったのは、武田友月と言われている。1936年の大改修を経て、1964年に復元改築された。 金城霊、沢の額昔々、山品の地に東五郎という男がいた。いつもいつも、山芋ぼりりをしていた。山芋を洗った後には、沢に砂金が残っていた。それでその沢を、金洗いの沢というようになった。石川県立美術館の東向かいの随身坂から、すぐ、ありがとうございます。